女優としても8年8周年迎えて、今9年目入って、今年10年目に入るんですね。結構な歴だよね、この業界で。結構2、3年ぐらいでみんな辞めちゃうし、そうね。でも最近の子みんな伸びたじゃないですか。いやでも中途半端ですよね、もう今、本当に難しい、お姉さん、まあ熟女まで行っちゃえばもうまた早いけど、そうそうそう、でもさ、そう無理なんだよ、無理売れてないんだよ、珍しいでしょ、なんかちゃんと用意する、めっちゃ軽い、PH5 でも絶対こんな軽くない、いや、こんな軽くないでしょ、絶対 PS4 でももっと重いよ、ちょっと出せる、いやね、うん、本当は、うん、もうちょっとこう、うん、これ絶対入ってないもんね、絶対入ってないもん、いや本当は今回 YouTube でちょっとドッキリ企画をやろうとして、ドッキリ、うん、本当はで、なんかその PS5 の俺何をちまうとか箱を買っちゃったのね、箱だけ俺、実は箱だけなの。本当こんなのアンカー入ってるとかじゃなくて、いや、本当は PS5 の重さを測って中に同じぐらいのものを入れたりも考えた、うん、すごく考えた、あ、でも説明書入ってる、説明PS5 じゃなくて PS4、 まあ3入れて、ちょっと新しい PS5 だよっても考えたんだけど、ちょっとなんかその考えてるうちに、ちょっとドッキリするのが心痛くなっちゃって。とか出し始めたんですか。去年にホラーはやったじゃないゲーム。あ、まあそうですね。うん、でやっぱコメントもやっぱね、運営側にすごく来てたりしたんで。パワハラみたいな。阿部ちゃんを泣かせないでくださいだったりとか、ちょっとひどいよとか。うん、かどうしてもドッキリやりたい気持ちはあるんだけど、うん、まあ、ドッキリをやると。叩かれるイライラする方たちがやっぱいらっしゃるから、そうだからこの PS4 いろいろこう重さ合わせたりうんぬんかんぬん、一人で阿部ちゃん多分ドッキリしてワクワクするんだろうな、 PS5 手に取ってワクワクするんだろうなって想像しながらやってる自分に、どんどん、いやこれ本当にやっていいのかなみたいな、ちょっとテンションが落ちちゃって、あーけど PS5 買っちゃった、箱だけ買っちゃったし、うん、けど捨てるのもあれだし、捨てないよ、YouTube だけは撮っとこうかなみたいな、うん箱だけの商売ってもろもろいですね、うん、でも2000円、メルカリで2000円、だってゴミじゃん、そうある意味、私は結構箱取っとくタイプですけど、だからあれでしょ、最近のほら東京都って有料ゴミ袋とかじゃないですか、それにこう入れるにはこう分解をしなきゃいけないわけじゃないですか、うん、ただやつは、ね、ただやつは有料のゴミ袋なのにわざわざ手間をかけて潰さないともったいないわけじゃん、まさしね、でってことは自分の手元はマイナスになるわけだけど、売ることでプラスになる、なってゴミも処分できるんでしょ、
いな。ちなみにこれを買う業者もあるの、箱。お祭りとか。実はね、本当やっちゃいけないんだけど。なるほどね、飾り用、ディスプレイ用ね。そう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 。なるほど。なんとは言えないけど、大体あそこにあるのは、やっぱ辛い。うん。うん。だから欲しい人もいると思う。なるほどね。それは確かにそうだ。で、せっかく箱を買ったからさ、うん、サムネ採用したくてさ、数字は、サムネ数字欲しいんだよね。サムネを見て、あ、阿部ちゃん PS5 買ったんだなって思うのが、うん、サムネをせっかくだから、なるほどね、もらってもいいですか？喜んでるからね。うん？あ、そうそう。YouTuber っぽい。うん。YouTuber っぽいやつ。YouTuber っぽいやつ。この辺？うん。ここら辺切り取るから。うんうんうん。じゃじゃーん。どう？ダメ。いや、いい。すごくいい。じゃじゃーん。じゃじゃーん。じゃじゃーん。もういい？うん、ありがとう。え、これどうするんですか？うん、ミトちゃんにあげる。かわいそう。かわいそう。箱どうしようか。色紙送る？ん？え、色紙？いや、じゃあ、何？事務所グッズとかは？あ、なるほどね。うん。PS5 の箱の中に。箱の中に色紙とか、あとね、カラーペンとか、うん、何ですか？事務所で女の子に使う系のアイテムしまって、うん、こう、ね、はい、こんな書いてるから、つって。何気に置き場所困るトロフィーも入りやすいと思う。あ、確かに。うん、クッションの中に入ってるし。うん。てか、銀の盾いつ来るの？だから、問い合わせが来ないの、実は。YouTube。俺3回ぐらい催促してたけど、うん、来なくて、うん。で、はっきりなんか書いてないんだけど、うん、いろんな YouTube 見てる中で、うん、一つ、あれって思ったのが、警告、うん、過去されたことある人。あるね。で、警告された動画がある人が、うん、もしかしたら、そもそも YouTube から連絡が来ないんじゃないか。え？10万人突破したけど、その連絡を来ない人がいるのと、うん、来てる人ももちろんいる、うん。で、来ない人に共通してるのが、もしかしたら過去警告があった人。うん。で、俺ら一回警告があったじゃん。あった。よくわかんない。そう、ライブチャットもできなくなっちゃったりとか。うん。それあったから、うん、もしかしたら来ないんじゃないかな。来ないな。っていう人も結構いる。10万人が、登録者数いったのに、うん、連絡が来ず。PS5 より衝撃がでかい事実だね。それもちゃんとした情報じゃない。そう、推測で YouTuber の人が言ってたんだけど。でもその何、10万人いかないまでにこう一度も警告動画出さずに頑張るって相当むずくないですか？今の一覧ちゃんのことがいけるじゃん、まあね、今2万4000でしょ。でもうちらのチャンネルもなぜ5番されたのかみたいな感じじゃないですか、ね、そうですね。何も悪いことしてないし、何も露出してないのに、うん、プラのレビューは良くて、なんであれダメだったみたいな、うん、G カップのやつかな。いや、ティッシュ詰めたやつ。そう、それも大丈夫だったんですよ。それ大丈夫だったのか。うん、なんかね、何かが映っちゃって、うん、ダメって言われたやつかな、確か。結構前の動画ですけど。そう、だから知ってる人がいたら教えてもらいたいぐらいなんですよ。なぜもらえないのか、連絡が来ないのか。PS5 の話題よりも大事な話題じゃないですか。
そう、そうだね。縦欲しいね。うん、誕生日プレゼントに一番欲しかったっていうことあるね。あの配信でできたら一番良かったんですけど、うん、なるほど。じゃあ知ってる方はぜひコメントでよろしくお願いします。お願いします。ダメちゃんドッキリしたい、うん、されたい、したい。あんまりドッキリ好きそうにもない気がするんだけどな、うん、別にしたいっていう気持ちはないかも。されるとさ、うん、結構ガチテンション下がっちゃうけど、下がっちゃうね。まあ下がると思いますよ、うん、でも多分あんま変わんなくないですか。喋んなくなるんだ。そう、喋んなくなるんだ。そうそう、喋んなくなっちゃう。アメちゃんが喋ってくれるのね、このチャンネル何も始まらないから。テロップで心の声、うん、それからね、副音声的な感じで後付け解説、うんうん、こう私どう思ってたかみたいな、うんうんうん、やればいいんじゃないですか。知らんけど知らんけど知らんけど、いいことだな。いや、だって本当にカメラ回ってたり私全然喋んないじゃないですか、うん、でそれでなんかドッキリでこう隠しカメラでめっちゃ喋ってたらちょっとそれこそやらせっぽくなっちゃう。うんうんうん、皆さん、阿部ちゃんが喋れるドッキリ募集してます。ドッキリにならないからコメント見れちゃうから。ネタバレなドッキリやりたいんでお願いします。じゃあすいませんけど、うん、締めていただいて、もう時間じゃないですか、うん、はい、はい、ということで、久々の動画はこれで良かったんだろうか。あ、もう一回、もう一回、本当に誕生日プレゼント、え、あれ、同じぐらいの重さ。え、ありがとうございます。そうそう、ごめん、お誕生日おめでとう。わぁ、女子じゃん。これ知ってる。ハンドクリームといいとこのやつです。スクラブかな。ありがとうございます。27歳だから女子高めろってことですか。ちょっと頑張ります。こういう危険場で使おう。こっちはありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あとね、事務所にたくさんプレゼントを送ってくれた方々、ありがとうございました。全部受け取っております。はい。ということで、ドッキリの企画ってわけじゃないけど、企画は常に募集しておりますので、ぜひコメント欄、あとは、ね、私の DM は開いてないんですけど、事務所の DM は開いておりますので、私の Twitter から飛べると思いますので、よろしくお願いします。以上、ミカコと PS5 でした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。